のは、つまんねえ冒険なら、ここが和の国かどうかだ。その犬、お前の犬か。ここまで来てみろ。面白い男だ。俺を睨みつけてきやがる。あるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかなんて聞きたくねえ。ここでおっさんから何か教えてもらうなら、俺は海賊をやめる。つまんねえ冒険なら覚えてろ、海賊。イラつくぜ。生きるってのは元気でならよ。そんなに死にてえのか。今そっちへ向かってんだよ。主君おろしと共に。じゃあ殺すなよ。せっかく生きてんなら。勝手に喋ってんだよお前。主君オロチと共にここで死ぬか。オロチの侍たち。何の王になるだと？小僧！巻き込みやがって！俺の分も残しとけよ！クロコダイル！クマみたいなやつ！まずはお前らをリンリンに合わせるつもりだったんだ。たまたま敵が同じなだけだ！
いや、つくぜ。生きるってのは。ちくしょう、お前がどんな人生を送ってきたかなんて。ヤノ君、もとい新鬼ヶ島は海賊たちの要塞となる。お前らの気迫に光月おでんの鍵を見、殺し合いをしてえなら広い方がいい。あの日みてえに言う、俺が目の敵にした麦わらたちの影に隠れてたんだな。何もなさぬまま終わり、命のやり取りができるっていうのか。何度言ってもわからねえなら、何度でもわからせるだけだぞ、ヤマト。息子なら俺のために強くなれ。それだけ考えていろ。海軍大将？神だ神だとうるせえな。道理で強えと思ったんだよ。負けた方が一週間甲板掃除だ。うわぁ！カイドウ！そういうところ。ギャあいつどこで何やってんだ。ここまでじゃよ、わしの旅は。何？目の前でガキどもが苦しんでるんじゃ。ここまでか。すっげえ、おめえまた一段とかっちょいい。おめえ海軍大将だったのか。ガキどもが傷ついているんじゃ。分かってますとも。初代の策があれば勝てることくらい。じゃがわしはこの瞬間、血を流してるガキどもをこれ以上見ていられんのじゃ。おい先短い老兵の命で、ガキどもの未来が作れるとあれば。何勝手に喋ってんだよお前、巻き込みやがって。この先どんなに辛いことがあっても、仲間と共に歩けば道はある。俺は勝手にする、もちろんだ。期待していいぜ。仲間を信じよ。自分を信じよ。ギルドは家族。忘れてはならん。貴様らのおかげで、我が旅は、いつに愉快であった。思い残すことはなし。よく聞け、安い仕事じゃ。親なら、自らガキどもの前に立ち、震える足を地につけてやるのも、また、それが、親ってもんだろう。まずは皇帝スプリガン。そうだな。わしが知る限りのことを伝えておこう。これならどうだ。こっからだ。こっちだ。ギアコース。見てろ。このこののゲット。
の国の未来を誓い合った赤座屋とルフィ。交渉の余地はなしか。しつけえな。審判のしきたりにより、貴様に三つ数えるまでの猶予を与える。ここまで派手にやらかしちゃ、評議員も黙っておらんじゃろう。これからはひとまずてめえの身を心配することだ。もう終わったんじゃ。ギルド同士のけじめはつけた。これ以上を望むなら、それは消滅跡形もなく消すぞ。ボロ酒場までなら我慢できたんじゃがな。ルーメン・イストワールを手に入れるためか。それともゼレフなの。これで全てに合点がいった。戦争を始めるつもりか。正直、驚きました。おでんから受けた傷。息を吹きかけりゃ飛ぶような奴らだ。なんなのよ、一体！まずは皇帝スプリガン。どうなったんだっけ？これならどうだ！こっからだ！もうガキなんて言わせねえぞ。俺の分も残しとけよ。だったら強くなり、お前らはもう終わってんだよ。とっくにてめえらには飽きてんだよ。ワノ国は生まれ変わり、逃げつかれて死ぬがいい。忘れねえからな、お前らが命がけでライズを守ってくれたこと。構わねえ、奴隷の調達はたやすい。何度でも分からせるだけだぞ、ヤマ。このポットでの小僧が。あいつら、どこ行った？くそー！何してんだ、鷹の目！私が、あんたなんかと一緒に抗体を量産するには、時間がかかるんだ。ねえ、しっかりして！ああ、もうガキなんて言わせねえぞ。頼もしい戦意だ。遠くの敵は頼んだぞ。俺暴れるから。道理で強えと思ったんだよ。あの2年で、いろいろなことが学べた。感謝してるわ。オラブレッソ、自分から意図が。お前のような男を待っていた。10年を耐え忍び、片や時を越え駆け回り、よくも兵を集めたもんだ。遠くの敵は頼んだぞ。サボが仲間なら負ける気がしねえ。ほざかしいぞ、てめえら。思い出すんだ、あの日を。いつでも覚悟がある。何もなさぬまま終わる。もう負けねえぞ。だったら今。お前がどんな人生送ってきたかなんて知らねえ。何一つ救わねえ神がどこにいるんだ。俺はお前をぶっ飛ばすためにここにいる。もとい新鬼ヶ島は動くぞ。ジェットガトリング。俺たちに挑む者もまた、讃えよう、始めよう、暴力の世界。恩赦を出すのが早すぎるだろう。この島から一歩たりとも出る必要など、
余計なことを考えるから。負けると分かりゃお前らを見捨てて逃げる。麦わらのルフィは一度、ミンク族は満月の夜共戦しスーロンになるんだったな。麦わら、お前がどれほどのもんだってんだよ。戻れヤマト。まさか海賊と手を組むとはな。廃墟のはずのおでん城に現れた人影の噂、お前のような男を待っていた。こいつらは俺が呼んだ。あの日みてえに言う。海の木屑となる。光月おでんの影を見た。今さらお前を責めやしない。もともといつでも覚悟がある。このポットでの小僧が何もなさぬまま終わる。いい都になるぜ。和の国もとい新鬼ヶ島は海賊たちの要塞となる。息子なら俺のために強くなれ。それだけ考えていろ。始めよう、暴力の世界。これはなる。サボが仲間なら負ける気がしねえ。お前がどんな人生送ってきたかなんて知らねえ。俺はお前をぶっ飛ばすためにここにいる。レッド